平泉の歴史。毛通寺に隣接する観自在要院跡は、二代元平の妻が建立したと伝えられる寺院跡です。発掘調査によって復元整備された舞鶴ヶ池は、中央に中島、周囲には蔦井落の滝の石組みや巣浜があり、毛通寺の大泉ヶ池と同様、作庭期の手法通りに作られていました。その規模は小さいながらも平安時代第一級の浄土庭園だったと考えられています。池の奥に見える建物は江戸時代に再建されたお堂、王子と同じく阿弥陀如来が安置されています。初代清平の中尊寺、二代元平の毛通寺に続き、三代秀平が手掛けた無量光院、京都宇治の平等院鳳凰堂を模し、しかもそれをしのぐ規模だったという無量光院は、中央に阿弥陀如来を安置し、1年に2度背後に構える金鶏山に日が沈むよう配置されていました。秀平は清平、元平から受け継いだ仏の教えを究極の形で表現したのです。無量光院の背後にそびえる金鶏山も平泉文化遺産の一つ。昭和5年の発掘で山頂から経筒が発見され、金鶏山が経塚であることが示されました。仏の教えが滅亡しても再び教えがよみがえるようにお経を埋めた経塚、争いのない平和な都市を目指した奥州藤原氏にとって重要な山だったのです。これら3つの資産と中尊寺、毛通寺を含めた5つの構成資産は、他に例のない浄土思想に基づく遺産として世界文化遺産に登録され、平和への思いを今に伝えています。